最初のコーナーです。食いしん坊の今週は空港特集をお送りしています。宮崎の空の玄関口ブーゲンビリア空港でいただけるお蕎麦の名店ご紹介します。それではどうぞ。今回は空港特集ということで宮崎ブーゲンビリア空港にあります萩の茶屋空港店ご紹介します。場所は宮崎ブーゲンビリア空港3階にあります。創業53年目の老舗そば屋、その味が宮崎ブーゲンビリア空港でいただけます。店内はお一人様でも気軽にご利用いただけるカウンター、さらにテーブル席がご用意されています。県内の方はもちろん県外、場所柄海外のお客様からの利用も多いという萩の茶屋空港店、どんなお料理がいただけるんでしょうか。そうですね、うちのお店はお蕎麦屋さん専門店なので、冷たいお蕎麦から温かいお蕎麦までの変更ができます。定番の冷たいお蕎麦も、あ、変わり蕎麦も充実しています。サラダ蕎麦興味引きます、はい、温かいお蕎麦もスイートコーンのかき揚げ蕎麦珍しいですね。そうですね、まだ丼もお蕎麦のセットと種類豊富で迷ってしまいますね。組み合わせも自由なんです。選び放題です、はい、さらに定食も蕎麦コロッケ定食、はい、また宮崎の定番チキン南蛮定食に萩の茶定食まで、定食もお悩みます、はいはい、萩の茶屋空港店おすすめのメニューご用意いただきました。萩の茶定食でございます。お蕎麦の方はざるそば、温かいお蕎麦で、もしくはおうどんにも変更できますので、さらに天ぷら、ご飯は蕎麦飯でございます。こういうセットの天ぷらって、はい、ちょこっとついてくるものかなって思ってるんですけれども、そうですね、ボリュームがあるんですよ。そしてお蕎麦すごく綺麗です。細めのオリジナルのお蕎麦なんですよね、はい、そうですね、独自の蕎麦を売っておりますので二八の蕎麦でございます。二八蕎麦、はい、つなぎが入っている蕎麦なので、こうつるっとしたコシとかが楽しめるんですね、はい、自社で作っているということなので、はい、やはりその時々に合わせて、はい、調理の工程や配合などを変えたりとかされているんですか。そうですね、やっぱ四季的に暑い時とか寒い時なんかもやっぱりお蕎麦の乾燥がしやすいので、職人さんもちゃんと考えて売ってると思います。まずはそのままいただきます。お蕎麦のいい香りが口いっぱいに広がります。冷たくよく引き締まっていて、二八蕎麦だからつるっとした喉越しと、また程よい食感が両方楽しめるんですね、はいはい、とっても爽やかです。鼻の奥まですごくいい香りが広がってきます。すごく嬉しいです、ありがとうございます。この香り一回口に入れるとどんどん食べたくなりますね。食欲そそられますね。次はこれをつゆにつけていただきたいんですが、はい、白だしとあとは秘伝の返しっていうのがございますので、それを使っております、はい、あ、この透明感があるお蕎麦につゆが絡みました。つゆのお出汁も本当にいい香りですね。うん、お出汁の中からいろんないい香りがまたしますよね。うちの白だしは4種類の材料から作っておりまして、アジコにサバ節、カツオ節、昆布の4種類が入っております。宮崎の人間だとどうしてもつゆがこう甘いのかなっていうイメージがするんですけど、ね、はい、お醤油の香りもしっかり楽しめるおつゆなんですね、はいはい、お店の名前がついた萩の茶屋定食ですから、はい、ご自慢というのもうなずけます。今日この特レポ、萩の茶屋定食でもう一つ注目したいのがこちらのそば飯。そばの実と宮崎県産のお米のみを炊き上げており、蕎麦の香りとお米の相性抜群の一品です。続いてはこの時期ならではのお料理をご用意いただきました。またすごいボリュームですね。そうですね、初ガツオたたき漬け丼セット、
1130円でございます。ざるそばもあったかいおそばに変更できます。1日20食なんですけども、はい、結構短時間で売り切れてしまいます。まあこの丼はお米が見えないぐらいに、ね、カツオの漬けが敷き詰められていて、たたきなんですよね。香ばしくって美味しそうです。初カツオはですね、宮崎で先駆けで水揚げされてますので、まあ、全国にアピールをしていただこうと思いました。空港なので、はい、他の場所から来た方、初カツオも宮崎取れてるのって驚かれるでしょうね。味付けはどうなってるんでしょう。味付けはですね、たまりとみりんで45分間漬け置きしまして、であとお客様に提供させていただいております。ちょっと甘いかなって感じですけど、そんなには甘くはないと思います。であと新玉ねぎ、そして大葉と生姜を乗せて、うーん、割としっしっかりとした味付けですね。味がついてます。はい、温かいご飯の下の方までこのカツオの旨味がぎゅっと染み込んだ漬け丼のタレが広がって、新玉ねぎのシャキシャキした甘さがまたすごく合うんですよ。はい、生姜と大葉もすごくアクセントになっていて、男飯じゃないんですけどがっつりこう書き込みたくなりますよね。そして美味しいのはもちろんなんですけれども、どちらのお料理も運んでくださるまですごく早かったんですね。空港っていうこともありますので、お客様に提供する時間は短縮にして、お客様に喜んでいただけるようにしております。お出かけの際にここで美味しいお食事ひととき、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、お待ちいたしております。よろしくお願いします。風味豊かなそばとこだわりの定食がいただける萩の茶屋空港店、老舗そばどころの味を空の玄関口宮崎ブーゲンビリア空港でご賞味ください。ご覧いただきました。いかがだったでしょうか。もう食べたくなりますね。もう、まあ、こうしてましたからね。ってやりたいですやりたいです。何気になりました。もうそばはもちろん気になりましたけどね。まあ、こだわりが強いですからね。自社製造のそばなんですけど、はい、さっぱりとしていて、うん、コシがあるんですけれども、新八そばのツルツルとした喉越しもいいですし、はい、またねちょっと柔らかいんですよ。すごく、美味しいそばでした。で、美味しいですねってお店の方に言ったら、作ってらっしゃる方も、はい、でしょうって、俺も美味しいと思うんだよねってお店の方も誇りを持ってらっしゃるおそばなんですね。なるほど。でやっぱり僕気になったのは、まあ、どちらのセットもですけどボリュームがね、はい、まずご覧いただいたのが萩の茶屋定食なんですけど、そば三昧ということで、そば飯もセットで入っていましたし、はいはいはい、天ぷらとおそばとそば飯ですから、これ女性の方もきっとお腹いっぱいになると思うんですよ。はい、ただ次ご紹介した5月15日まで20食限定の初カツオたたき漬け丼セット、びっくりしたでしょ。すごかった。丼置いてたじゃないですか。はい、なんかちょっと俺遠近法がおかしいのかなみたいな。明らかにすごい丼あるぞと思って。ああいうセットの場合ってどっちかがミニだったりするじゃないですか。そうです、そうです。違います。通常サイズでございます。でもお腹いっぱいになっちゃうわって方のためには、はい、漬け丼とそばのミニサイズ両方もできますか。ミニセット980円でありますので、ぜひご利用いただきたいと思います。またこれホームページも載っている情報なんですけれども、3000円分お食事楽しまれますと2時間駐車場が無料になりますので、 お支払いの際に駐車カードぜひ提示されてください。はい、それでは場所をご紹介しましょうか。場所は宮崎ブーゲンビリア空港3階にあります。そしてプレゼントいただいています。2000円分のお食事券を5名様です。番組最後ご覧ください。さあ本日ご紹介したお店の情報はこちらです。宮崎ケーブルテレビのホームページからアクセスできます。インターネット加入者限定サイト宮崎グルメ情報と、スマートフォン専用のグルメサイトグルメットでもご覧いただけます。ぜひともご覧ください。
私自身のことなんですけど、はい、子供が小さいのでしょっちゅう空港には行くんですね、はいはいはい、飛行機を見に行ったりするんですが、食事時間に合わせてゆっくり楽しむっていうのもいいなと思いました。萩野茶屋空港店からは1時間おきに現れるあの歌舞伎の時計、歌舞伎だって失礼しました、神楽の時計ね、もう出てくるあのすごい見える席もあるので、ぜひご覧いただきたいなと思います。以上お送りしました、食いしん坊のでした。はい、 CM の後はファンの会通信です。